そもそもオーナー様がアメリカ不動産投資始められたきっかけはどういうことでしたか？まあ、もともとはその SNS の広告で出てきたのをきっかけに、このオープンハウスさんのセミナー参加させていただいて、で、まあ、今まで想像もしてなかったんですけれども、税制上のメリットも享受できるいうことで、投資としても節税としても、まあ、非常に効果がある、商品なんだなということが分かったんで、まあ、取り組んでみたいなと思ったのがもう 3,4 年前っていう感じですかね。それ以前から興味はお持ちだったんですか？いやいや全くです。もう本当にセミナーを聞いて初めてっていう感じですね。本当にアメリカの不動産って何やろうなぐらいの感じで、それが 3,4 年前ということでしたけれども、はい、それからちょっと間が空きましたね。そうですね、やっぱりその当時からもそのアメリカ海外不動産の減価償却についてのこととか、こう税制改正が入るであろうというようなところが話としては出ておりましたので、まあ投資するにおいてはそのあたり整理がついてからがいいのかなということで、その 2,3 年、3,4 年は、まあ、情報収集の期間ということで、オープンハウスの方のような話、情勢とか聞きながら、で実際購入に至ったのはもう税制改正が入ってからというようなことで購入をさせていただきました。それで 3,4 年経って改めて相談されたという、営業の方はこうカールガール、こうその時々に応じて来てくださってはいたのと、あとちょうどその税制改正に前後するタイミングで、オープンハウスさんも、大阪に支社を持たれたんですかね。で頻繁に行き来するようになって、で税制改正が入ってというようなことで、その時になってというのも継続的にはお話しさせていただいてたという感じですね。オープンハウスが訪ねてきたということですか？あ、そうですね、オープンハウスさんが、まあ、こちらのセミナーでご挨拶させていただいて、まあ、そこでご縁いただいて、実際こう営業の方と来ていただいてお話しする機会を乗らせてもらったという感じですね。税制改正によってこう個人の場合節税の旨味というのはだいぶ薄れましたよね。あ、そう、そうですね、まあ、いわゆる超高額所得層の方にとっての旨味は減ってしまったと思うんですけれども、償却減った、償却取れる額が減ったとはいうものの、その高額所得層という今までの層とはまた少し低い層の所得層のところで程よいメリットが享受できるのかなと。はい、ありがとうございます。ご購入いただいてまだあまり時間は経ってないと思うんですが、はい、何か想定外だったことですか？ことですとかトラブルですとか、はい、そういったことはいかがでしたか？そうですね、今のところ大きなトラブルというようなところは感じてはいないですね。で、その築年数が経っているということには修繕もおそらく発生しているんだとは思うんですけれども、そのオープンハウスさん購入させていただくきっかけになったのが、こう販売からこう管理で、こう最後売却の支援のところまで一貫して提供してくださるという中で、まあ、修繕に関しても定額のサービスがあるということで、まあ、それにも入っておりますので、そこのところで特に大きな支出とかいうこともなく今のところは来てるかなと。逆に想定外に良かったかなというのは、やっぱ日本の物件、特に和尚もいる兵庫県でもアパート経営とかそんなんでもう建てたが最後賃料どこまで下がらずに食い止められるかっていうような感覚でこう不動産物件見ていく、リフォームをしていくという形ですけれども、アメリカの物件はこうご紹介したお客様の物件含めこう増額改定っていうような形で賃料の増額が見込めるっていうところがやっぱりいい方向での投資を想定してたと違うところですかね。いい意味での想定外だということですね。販売から購入からその売却までワンストップという
ことですけれども、はい、まあ、あんまりこう持ってるという実感が薄いんじゃないですか。あ、そうですね、所有しているという実感は薄いですけれども、要はこうアメリカの不動産を活用したこう節税であったりとか、投資というふうに考えておりますので、まあ、そこのもの自身が必ず見えておかないといけないということではなくて、まあ、それを実際にこうオムハンさんが管理運営してくださっているのであれば、まあ、その方がいいのかなと。他社もいろいろ話聞いたり、アメリカ以外の物件も、まあ、その合間で話聞いたりもしたんですけれども、販売だけ管理は現地の業者にであるとか、販売と管理別々の会社でというようなこともありました。そういう話も聞きましたので、そうなるとこう最後までのシミュレーションがなかなかつかないんで、まあ、購入してから最後出口のところまで全部対応していただけて、その前提でのこう提案段階でのシミュレーション、資金のシミュレーションというのも提示していただけたのがすごい安心感があったかなと思いますね。人によってはまあしつこいセールスじゃないかみたいなことで警戒される方もいるんですけれども、はい、そのあたりはどうでしたか。いや、そんなことはないですよ。まあ、もともとこういずれはというのと、あとそういう、こう節税であったりとか投資のいい商品だなと思えるものがあった時にお客様にも提案してますので、まあ、その仕入れといいますか、バイヤーみたいな感じですよね。でオープンハウスさんのお話を聞いてたんで、まあ、オープンハウスさんもそういったことが分かった上でのことやったのは、そんなこの商品がどうこうっていうよりも、まあ、アメリカの不動産のことであったりとか、税のメリットであったりとか管理のこととか、こう結構こう丁寧に教えてくださって、私たちの先の方にご紹介するということも視野に入れて丁寧にご説明いただいてたんで、より安心できたかな。オーナー様の先のお客様とおっしゃいますとどういうことですか。そうですね、私ども税理士法人であったりコンサルティング会社を経営しておりまして、でそちらの関与させていただいているお客様の、節税であったりだとか投資というようなところで、まあ、今回のオープンハウスに限らず、生命保険であったりとか、まあ、いろんな各種商品のご提案させていただいておりまして、まあ、その一環として、まあ、今回オープンハウスのもご紹介させていただいたというところですね。そうするとその関与先への説明なりが説得力がだいぶ増してきたというのですね。そうですね、実際に購入することによって、それこそ事務所には私ども購入した物件の写真をオープンハウスからいただいてますので、これうちの物件なんですという形で見ていただいて、まあ、そのあたりもお客様の不安を払拭する、それこそ築50、私たちと同じことを不安を思われるんで、見たこと、まあ、国内でもやっぱり目に見えない遠方の物件躊躇される方もいるんで、アメリカなんか特に見れないですし、で築30年40年50年っていう物件を提案されるんで、まあ、その辺どうなんだろういうようなところも、まあ、実際に私たちで試してみることによって、まあ、安心していただけるっていうところがあったんじゃないかなと思いますね。